どうも皆さん、おはこんばんにちは、麻生です。今日も背泳ぎの練習を頑張っていきましょう。はい、先週から1週間また時間が経とうとしておりますけれども、皆さんどうでしょうか。もうあっという間に11月が終わろうとしていますね。はい、今年も終わりが見えてきてしまっておりますけれども、バランス取れるようになりましたでしょうか。バランスとあと体の反転ですね。この2つをあらかじめできるようにしておくことというのが非常に大切になってきます。で、今回はですね、もう本当にシンプルに片手だけ回す背泳ぎ、こちらをですね練習していただくんですけれども、まあ、中上級者向けの片手だけ回す背泳ぎになっていきますので、こう初心者から脱出するっていうのがね、この 3,4 週間くらいのテーマになっていきますんで、そこの部分をね明確にはっきりと目的を持って練習していくという内容になっております。まあ、具体的に片手背泳ぎでね何をポイントにして練習するのかと、で、まあ、先週も確か話したんじゃないかなと思うんですけれども、初心者のうちに習う背泳ぎっていうのは、そのストロークが終わった後にこう一回手がピタッと止まって、それからリカバリー動作に入っていくっていうことが非常に多いんですよね。まあ実際に僕もそうやって習いましたし、まあそうやって最初に習う人がとっても多いと思うので、ただこう競泳選手のね背泳ぎって、まあ先週もこれまた話したかもしれませんけど、ストロークしていったらそのまんまリカバリー動作に入っていくわけですよね。なので止まってるところがないわけです。なのでそこの部分がまあ一番こう初心者っぽい感じと、まあ中級者以上の感じをこう分けるポイントでもあり、同時にそこがなかなか脱出できない難しいポイントでもあります。なのでそこのポイントに絞ってね片手だけ回す背泳ぎをやっていきます。なのでこのエントリーした入水してきたところでは、まあ、止まってちょっと休憩してもらって構わないんですけど、ストロークをしてきて押し終わったらそのまま腕をね抜き上げて戻していくっていうところ、ここをとにかく止まらないようにということにポイントを置いて片手だけ回す背泳ぎをやっていっていただきます。はい、プッシュからねリカバリーの動作っていうのをこれつなげたいわけですよね。クロールで言ったら押し終わってからそのまんま腕を上に抜き上げていくのと同じような感じで、背泳ぎもストロークが終わったらそのまま腕を抜き上げていくっていうのをやっていきたいわけです。なので、まあ、そこをねその止まらずに動くっていうことがこう非常に大切になってきます。で、これ止まらないようにやってくださいねっていうと急いじゃう人いるんですよね。早く動かすっていうことではなくて、止まらないように動かすっていうことなので、ここちょっと意味を履き違えないようにしてください。早く動いてしまうとどういうことが起こるかというと、その全体のリズムが速くなってね、もう非常に落ち着きのない片手背泳ぎが出来上がってしまいますので、動作する速度はね変えずに押し終わってからそのまま抜き上げて休憩はここですると。はい、なので、まあ、ここでゆっくりしていただいて、その他の動作は止まらないようにしていくっていうことが重要になっていきます。はい、そしてですね、これもう一個重要なポイントになってくるんですけれども、背泳ぎのリカバリー動作っていうのは基本的に、腕の付け根、まあ、要するに肩ですよね、腕の付け根の部分から上に持ち上がっていって、そして入水エントリーしていこうとする時も腕の付け根、つまり肩からです、肩から順に水に入っていくっていう感じですね。まあ、本当に、まあ、背泳ぎが上手な選手、まあ皆さんがね背泳ぎ上手な選手って言ったら思い浮かべる、日本の競泳選手って言ったら、まあ1人か2人ぐらいしかいないんじゃないかなと思いますが、まあ、彼女らの背泳ぎのイメージ、多分入水するときに綺麗に手入っていきますよね。その順番、要するに肩から順番に手をね入水していくことができれば、まあそういうね競泳選手、綺麗な泳ぎをする競泳選手のような、まあ、エントリー動作っていうのができるようになっていきます。なのでこの付け根から出ていって付け根から入っていくっていうこの2つをね達成するためには、この体のね反転動作、まあ要はローリングってやつですよ、これがきちんとできてるかどうかっていうのが結構大事になってくるんですよね。まあ、そのストローク動作が終わった時に体がねちゃんと反対側にこう向いていないと、肩から抜き上げようにも
なかったら肩が水の上に出てませんから、肩から抜き上げるっていうことができないわけですよね。なのでまずストローク動作をした時にきちんと反対側の肩が、反対側の肩じゃないわストロークした側の肩が水面の上に出てきてるかどうかっていうのが一個大事になってきます。これ確か先週もポイントだったんじゃないかなと思います。それをそのまま抜き上げていって入っていこうとするときには、今度はこっちのポーズですよね。これでまあ先週バランスを取る練習をやってもらったと思うんですけど、これで入っていくっていうのをねやる必要があるわけですよ。はい。なので体が同じ分量だけ右を向いたり左を向いたりっていうのをきちんとできるようにしておかないと、肩から抜き上げていくことはできないし、肩から腕を入れていくこともまたできないということになってしまいます。なのでもしその付け根から持ち上げて付け根から入るっていうのがね、何回やっても上手にできないという方は、まあ、ぜひね先週の映像に戻っていただいて、まあ、バランスを取るっていう練習と、あとストローク動作をねしながらちゃんと体を反転させるっていう、この練習をねまずきちんとやっていただいてから、片手だけ回す背泳ぎ、しかもプッシュからリカバリー動作に入っていくところでできるだけ止まらないようにするっていうね、新しいポイントも1個入ってますんで、もしねそれがうまくできないという方は勇気を持ってステップを戻るようにしていただければと思います。はい。まあ、片手だけ回す背泳ぎとはいえども、なんかこうね同じドリル練習でもいろんな、まあ、使い方というか、まあ、目的に応じてね同じ練習でもどういうことをポイントにするかっていうのは、まあ、いつもいつも変わっていきますんで、まあ、ぜひね片手だけ背泳ぎだからって言ってこう何の気なしにやるのではなく、まあ、どういった目的を持ってねその動作を行っていくのかっていうのを、まあ、きちんと明確にしてね練習していただくと、合体させてね最終的に完成形の背泳ぎを泳ぐときにうまくいきやすいんじゃないかなと思いますので、はい、ぜひ根気強くね練習してみてください。はい。僕は来週も日本選手権ですかやばいねこのままだとあのビリまっしぐらなんで、はい、練習と泳ぎの調整しっかり頑張りたいと思います。はい。では今日のエピソードはここまでです。また来週お会いしましょう。バイバイ。動画を最後までご覧くださり本当にありがとうございました。もし今回の動画が役に立ったなという方は下の欄にコメント書いてくれると励みになります。また今後無料での質疑応答というのはインスタグラムのライブ配信の方でやっていきますので、ぜひインスタのフォローよろしくお願いいたします。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。